明けおめ、2012年になりまして、年始一発目、2012年1月4日12時24分でございます。今日これから、噂のサンバガトリオで旅に出たいと思います。道中どんなことがあるのか、ビデオにしっかりと収めていくので、どうぞゆっくりご覧になってください。一つ言い忘れていたことがあります。佐藤由紀くんは約4日5日のバイトの休みを取るようにとは言っておりますけれども、どこに行くかを全く知らないというわけであります。果たしてどこに行くのか、それは VTR を見ればわかると思いますので、どうぞお楽しみに。それではどうぞ。汚い字、自分の字です。今到着しましてですね、由紀くんが来るのを待っている状態です。どうもどうもどうも、いや、ドイレは遅かったですね。すいません、どうもこんばんは。こんばんは。今日はよろしくお願いします。いや、何これ。どうなってるの。お作りいたしましたね、どうぞお持ちください。ご一行って誰かな。さあ、今日はどこに行くのか、はい、お楽しみに。とりあえず次のメンバーを迎えに行きましょう。ゴーゴー。見えるかな、2時42分。見えてるね。疲れた。早い。ここまで来てちょっと疲れた。まあね、めっちゃ移動してるからね。神奈川県から来てるからね。そうなんて言ったって。そこなんだよね。もうすでに小旅行ぐらいの距離走ってるわけだよ。あいつはどれくらいの荷物を持ってくるかな。いやー、あんま持ってこないんじゃねえの、コートだもん。俺寝れないと思うんだよね、これ。俺別に新潟行った時みたいにここで寝ればいいんだけどさ。で、別にこの車で寝るなんて俺一言も言ってないよ、まだ。俺寝袋持ってきてないよ。ああ、そういう感じ。じゃあ今カミングアウトするけど。ちょっと待って。1個、心の準備。心の準備できてない。じゃあ今カミングアウトするけど、1個ね、1個だけ、1個ね、うん、俺とコウタは寝袋を持ってきております。マジで。はい。なんで言わない。寝袋な、俺だってサイコロ持ってきてしか言われてないもん。何寝袋持ってるよ、お前。俺のは、俺のは。俺の。ちょっと何言ってるか分からへんねん。ちょうどね、たった今、寝袋についてカミングアウトしまして。そんなんや。ちょっと何言ってるかちょっとよく分からへんねん。ちょっと俺、寝袋なんて聞いてない。俺がさ、持ち物として聞いたの何だと思う。それは分からへんな。サイコロだけだ。サイコロ。それ重要やで。一番の重要人間です。ちょっとさ。ないの ?2 個ないの ?2 個ないの家に。2個入るんじゃないよ。じゃあとりあえず行きましょうか。なんで俺荷物、俺こんぐらいのバッグ1個だよ。何言ってるかよくわかんない。とりあえず明るいとこ行きたいんだけど、コインランドリー行ったの？ん？コインランドリー行ったの？コインランドリー行ってねえよ。うるせえよコインランドリー。じゃあ見えるかな。第1回サイコロ大会ということで、ここでゆきさんにはネタバラシドン。何何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 何。1、とりあえず大阪。2、愛知で面白いものを買う。あ、3、今日お寺巡り。あ、4、ラーメンイン和歌山。5、アイランアオシ。あ、6、トップ。あ、どれも面白そう。さあ、ゆきくんにサイコロを振ってもらって、どこになるかというところです。今日指定された持ち物だね、これだけだからね。俺4個持ってきたよ、早速1個なくしたからね。はいはい、はい、早速1個なくした俺。うわ、どれ行きたいかな。まあ言っちゃうと、最終目的地は、おお、香川と香川県、うどんの香川で、ここに行くまでに何があるかと、ああいうところで、この紙がね。まず、なるほどね。もちろん、うどんに関しても、さぬきうどんの巡り方。だけど、ね、2だ。買ってるね。もう全店載っております。それで、これを見て、うちの親は行きました。はい、で、一番美味しいお店のリサーチ済みです。おじゃあ、行っちゃうよ。どうぞ、お願いします。何が出るかな、何が出るかな、パパ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 
見えてねえ。デデ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 問題はじゃあ淡路で何をするかっていう話。淡路島で何がある？わかんない。とりあえず淡路島、とりあえず第一目標淡路島。あなりました。あ、ちょろいね。まあ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 余裕ですよ。まあね、ちゃんとこの全国サービスエリア、パーキングエリア、ガイドも動いてもらえる。教習所で、最初から教習所で、あれもらってます。じゃあまあ、淡路に何があるか調べつつ。そうだね。うん、ゆっくり行きましょう。淡路って何があるの？出発進行。取るよね。ここは三重県のね、ご在所。時刻はね、5時42分です。つまり俺とタキは会ってから5時間以上経っていますと。5時間経ったね。5時間前俺こんなとこいると思ってないから、ね、確かに確かにね。一回行くんだろうと思ってたけど、まさか5時間後に三重にいると思ってないからね。後ろの方は爆睡だしね。あ、情けない酔っ払いだ。おはようございます。現在9時37分で、アラーム鳴り続けてますね。ゆっくり寝れましたかね。ゆっくり寝れねえよ。すげえ狭いよ。取れんのかな。お、これじゃね。来たー。かっこいい橋。おい、橋かっこいい。本州からの離脱だよこれ。すげえ、本州脱出した。本州脱出。やべえ、海だね。あ、海海海海なんていつも見てんじゃねえかよ。うん、ほんとだよ。でけえ。海広い。地球が丸く見える。あ、すげえ、水平線。これが俗に言う水平線。やべえ。さよなら本州。本州バイバイ。バイバイ。また秋まで。来たわ、ね、来たね。あ、見て、ようこそ淡路。淡路市。ようこそ淡路市。あざる。あざーす。来ちゃったね、これも。 Welcome to 淡路 City。 ここは、ここはなんと淡路島南パーキングエリアでございます。来ました、淡路島で、目的地、さっきのサイコロのね、5が出まして、アイランド淡路。いや、アイランド淡路来ました。来ましたね。で、まあここでチャラッと地図を出しますよ。これ、まあこれが本州で、淡路はここの真ん中の島ですね。どこ、ここね、これですね、うんうんうん、で、今もうこのギリギリのとこ、淡路島南見えないだろうけど、
もうすぐ四国に入るよというところで、じゃあこっからどこへ行こうかというところで出てくるのがやっぱりこいつ。なるほど。で、私はさっき作りましたよ、車の中でね。ネクストのサイコロゲームをお見せしましょう。どれどれ、発表します。デデン1、まさかの大阪。まさかだね、それ。出たらどうすんだよ。2、念願うどん。え、嘘、出なきゃ動けないのかよ。3、四国めぐり。4、ひとび九州。なんか、ちょっと、おかしいんじゃねえの。5、恐怖、とっとり九州。恐怖のわさび。6、選べる楽しさ。おー、いけるよと。選べる楽しさ。まあ、1、ほんと出てほしくないよね。いや、1、絶対出てほしくねえよ。まあ、2、絶対に出ろ。まあ、3でもうどんは食えるじゃん。うん、とりあえずうどん食って。絶対に出ろ。で、ちょっとおかしい。これおかしい。タケ、お前どういう心境で書いたんだよ。死のほどいいから、とりあえず、やっちゃおうぜ。あ、やっちゃおう。はい、行きましょう。えいっ、あはは、念願のうどんやー。よかった、いきますよ。はい。でれれ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 れ